はい、よろしくお願いします。どうも、愛知です。そして、はい、どうも、はい、どうも、クイズの研修長の伊沢です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ごめんなさい。入りむず。すいません、急に始まったんで、僕も、あれって、ちゃうと思って。ありがとうございます。今回はですね、伊沢さんに来ていただきました。クイズの研修チャンネルやってる伊沢と申します。お邪魔します。今日ぐらいから夏休みに入りますので、夏休み、受験生天王山にもなりますんで、その辺の話をしていこうと思いますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。勝負の時。中学、高校、中高一貫だったんですけど、クイズをずっと僕やってまして、高校生クイズというね、番組があったので、クイズの部活に入ってずーっとクイズやってたんですよね。ひたすらクイズをやってたせいで、はい、学校の勉強をおろそかにしてたんですよね。あ、そうなんですね。はい、そういうのがあって、もうだから結構クイズって努力量が必要なので、もういっぱい覚えなきゃいけないんで、はい、で家帰ったらクイズの勉強を始めて、はい、で夜中までやって、はい、で学校行って寝てみたいな。はい、感じだったんですよね。クイズ中心の生活。好きな授業とかはあったんで、好きな授業、国語とか僕好きだったね。国語は聞いてたんですけど、英語と数学が苦手だったんで。そうなんですね。はい、それでもう、で英語と数学特にクイズ出ないんで、確かに。はい、余計に聞かなくて。数学はないね。はい、だんだん腐っていったって感じでしたね、成績的には。なんで高2の冬とかの段階で400人いたんですけど、一学年、はい、一学年、まず多いんですけど、396番まで落ちたんですよ、数学が。マジですか。はい、校内模試があるんですけど、400人中の396番で8点とかな、100点満点で。笑っていいのかな、はい、びっくりしました、僕も。で、いや、そんなことはないはずって言って、外部の東大模試を一回受けたら、数学80点満点で4問あって全部に回答したんですけど、0点で。0点なわけねえだろと思って。書いてるしね。全部書いたしと思って、で、学校の先生に採点しに行ってもらったんですよ。ちょ、これ0点おかしくないですかって言って、ちゃんと採点してくれて、あ、これは0点だわって言われて。部分点もらえない。部分点もらえないよ。マジか。そういう状態で受験生になってっていう感じでした。本当に中学のレベルからできてなかったんですよね。英語と数学ってやっぱ積み重ねじゃないですか。ピラミッドの感覚。はい、こうなってますよね。なんで、下の部分ができてなかったんで、授業とか、寝てたのもあるし、聞いてても分かんないんですよね。下の部分がないから、上に物立てらんないんです。そうですよね。それでもう本当ダメだったんで、中学の教科書まで戻って、やり直してっていう。一番は恥ずかしがらないようにしようと思って、別に自分が勉強してるとこ誰も見てないんで、はい、もうどんなに幼稚な内容やっててもいいやと思ったんですよね。分かんないんだからしょうがないなっていう、はい、なんでもうほんと中学のテキストを、高校生とか大学受験の、はい、その予備校の自習室で堂々と広げてやろうというふうには思ってました。でそれが一つで、あとはもう本当に最後を意識しようというか、一番今中3の内容やってるけど、はい、これをこう重ねていって、次高1の内容があって、次にこれが分かるようになったらこれが分かるようになってみたいな、はい、ゴールはちゃんと見とこう、がむしゃらにやるんじゃなくて、今やってる勉強は絶対後につながってるよっていうのは意識しながらやってました。計画を立ててっていうことですね。そうですね。とにかく無計画に勉強をやるのはやめた方がいいなというか、僕がやってたのは1日の目標、1週間の目標、1ヶ月の目標を立てて、1ヶ月の目標は大事だと。自分が何ができるようになればいいのを、とりあえずバンと決めちゃう。で、それから逆算して1週間の目標。この1ヶ月目標、英語で何点取れるようになるを達成するためには、まずこの1週間でここまで終わらせないとまずいなっていうのを決めていくと。それはでも、今週1週間分だけでもいいと思うんですよね。1ヶ月目標バンと決めてれば、あとは微修正すればいいんで、今週1週間分を1ヶ月目標から逆算して作ると。で、さらに1週間目標から逆算して、じゃあ今日は何をやろうかなっていう1日目標を立てる。目標を立てて、それを調整しながら実行するという過程を覚えると、受験生じゃない人でも受験に向かう感覚が得られると思うんですよね。受験っていうのは合格という一番大きな目標があって、でもそれと自分っていうのは結構遠いところにいるんで、その間のルートを見つけなきゃいけないわけですよ。でも一歩ずつ前には進まなきゃいけないんで、まず合格という大きな目標から今日やることという小さな目標までだんだんとこうスケールさせていって、逆算で今日やることを求める過程が受験勉強だと思います。なのでそういうものをこう練習するためにも、夏休みの間はその勉強習慣、予定を立てる習慣を立てるのにすごく良いと思うので、まずはその予定をきっちり立てすぎないというところから始めてもいいのかなと思います。ほらちょっと結構似たようなことを私も言ってるので、伊沢さん言ってるっすよ視聴者のみんなに。でもそのハイさんの書いてるものを見て、そのあたりのまとめ方もお上手だなと思いまして、より伝わる手段でというのをご存知なんだなというのを僕も勉強させていただきました。これ使おう。使ってください。ありがとうございます。ぜひぜひ。夏休み入った時って、気が大きくなるわけですよ。40日もある、時間もある、部活も終わったみたいな。これ、いけるよ、いけるっていう。こんだけやれるぞ、俺は、みたいな。で、結構、目標立て方が、それ多くねえかっていう子たちが多いんですよね。それちょっとボリュームがありすぎない、目標に。大きいの立てちゃうと、やる気なくなるんですよね、最後。無理やんってなるんで。気づくんで、途中で。あ、これ絶対無理だって。そう、気づいちゃうんですよ。ただ、最初はね、やっぱ気持ちがね、大きくなるんで。何でもできる気がする。そうなんです。だから友達と見せ合うとか、あとは身近な大人に聞くとか、歯医者に聞くとかできるかわかんないですけど、見せられる人がいたら見せるといいと思うんですよね。それで否定されたら、その否定をまっすぐ受け入れるんじゃなくて、その人の意見は意見だと考えて、自分のとその他人の意見を比較して、じゃあ間取ろうかとか、いや俺はできるとか、あでも他人の言ってるのに寄せた方がいいなとか、そのバランス感覚が取れると思うんですよね。そうですね、僕もやっぱそのゲーセン行ってだれちゃった時はどうすれば抜けられるんだろうと思ってはいたんですよね、だから思ってるけどゲーム楽しいからやっちゃうんですよっていう中で、ちょっともう俺の性格は変えられないなっていう、もう性格はもう18年積み上げてきたものだから無理やんと思ったんですねってなった時に、じゃあ周りを変えようとか、環境から変えていこうと思って、でまずそのゲーセンのないルートで帰宅するようにしたんですね。通らないんですか。はい、ちょっと遠回りだけど、ゲーセンがなくて自習室に直接行けるルートで帰ろうっていうところから始めて、通ると行きたくなるから、もう絶対行きたくなるんですよ。前通るとあっていう、あっスーってなるから吸い込まれてくる。なるほど。そうあ金があるスーってなるので、まずはそうやって遠くのルートを通ってゲーセンを通らないと、まずその生活だったりとか環境から変えていったら。行きたくなくなったんですね、途中で。でその時に自分が受験生だなって初めて思えて、自覚が芽生えてきたというか、自分が受験をするために今生きてる、受験をする職業なんだって思った時に、何があってももう俺は受験しかせっかくやることないなというか、2月にゴールがあって、そのゴールだけが今生きているところの目標なのに前に進まないのはもったいないなってなれたんですよね。こう家で勉強してる子たちからすると、例えばあれですけど、身の回りに欲のあるもの、漫画とかわかんないですけど、をなくしていくとか、そういうことそうですね。僕も家にあったプレステ2のソフト全部ハサミで切りました。ディスクハサミで切れるんですよ。遊べないようにして、プレステ自体を捨てるのちょっともったいなかった。DVD 再生できました。あ、なるほど。なんでプレステのソフト全部切って遊べなくしてっていうので、とりあえずもう外堀を埋めるしかないなって、もうそれも意識高い時にやっちゃえば、意識低くなってもソフトは戻らないじゃないですか。そうですね。なんでもう気合がある時にもう今やるしかないって思って切って、はぁ。翌朝後悔しましたけどね。ああ、聞くことはなかったな。売ってもよかったな。そうですね。思ったんですけど、まあでもやっぱ思い立った時にやるっていうので、今の大事ですよね。意識高い時にやってしまうって、絶対波あるんで、意識の波もありますし、歩きの波もありますし、性格は変えらんないなっていう。そう。はい。伊沢さんでも波あるんだって。いやめっちゃ波ある。間違いない。これはもう全員やります。本当に。まあ、受験ということに限って言うと、一番暗記にとって大事なのが理解した上で暗記するっていうのが大事だなと、英単語帳とかも僕やっていて、一周ってあるじゃないですか、何周したって言いますけど、英単語帳長いんで、ちゃんと区切って、その区切った領域だけ何周もするっていうのをずっとやってて、忘れちゃうんですよね、どうしても次来ても。2000とかありますからね、はい、語数が多いから、2000語やった後2回目あってももう忘れてるんですよね。なんで、もうせめて20語、30語ぐらいやった後にもう1回来れば、覚えてるのか忘れてるのかギリギリのラインでもう1回見ることができるので、そうやって何度も反復しておくと良いというふうに思います。忘れてるか覚えてるかギリギリの領域でもう1回復習すると。でも僕が完璧にするまでその20語、30語出ないでやって、ああもういい全部覚えたってなったら次の20語に行くみたいなふうに暗記をしていて。その復習の回数と密度を上げていくことを僕は重視をしていました、はい、数学もだから一回問題見て解法を覚えて、はい、で帰り道でもう一回その問題見て、解かないんですよね、はい、どうやってどんな感じの解法だっけって思い浮かべて、で答え見て、あ、そうだそうだってやって、翌日学校に行く時に同じ問題見て頭の中で、電車なんで、頭の中でこんな感じで解いたなっていうのをやってっていうふうに、もう短期間で数学でも反復で解法を覚えるみたいなふうな勉強法をとってました。もうホラーって超痛いですよ、はい、伊沢が言ってるぞっていうね、はい、本当に復習だと思います暗記は。そうですよね、はい、1回で覚えられる能力って人間そんなに下がないと思うんですよね、はい、それは本当に繰り返しの密度の問題だと僕は思っていて、クイズ番組とかで「なんで知ってたんですか?」って聞かれて「いやここで見て」とか言って、はい、うわそんなところで覚えたものをしっかりとここまで覚えてるんだっていうふうに司会者の方とか言いますけど、はい、あれは嘘ですからね。あ、そうなんですね。あれは、はい、そこで見てっていうのは最初に知ったことを言ってるのであって、その後何度も見てるから覚えてるんですよね、はい、反復してるからってことですよね、はい、そうです。だからあれはなんかこうテレビ的な省略が行われてるだけであって、実際のところはそこで最初に見たけどその後何度もクイズで問われたりとか日常で見たりしてるから覚えてるっていうだけの話なんで、テレビに出てるクイズが強い人でも1回でバシッと覚えてるよってことはないです。これだけは言いたい。俺はテレビ的な演出が入ってます。多分。これはもうだからマジックはないんです。本当に暗記にマジックはない。いやそのクイズの知識あるじゃないですか。本当にもういろんな分野のことを知ってらっしゃいますけど、興味のない分野ももちろんあるじゃないですか。そうですね。全部が例えばね、こう好きなジャンルではないと思うんですけど、例えばそれでもクイズやっていくためには覚えるわけじゃないですか。それを定着させるのもやっぱり反復ですか。基本的にクイズ。そうですね。本当に反復で。僕数学と英語はもう本当に嫌いなんですけど、もう嫌いでもいいやって思ってて、嫌いと苦手は違うなっていう。受験の時に別に嫌いでもいいけど苦手はまずいなと思ってたんで、もうしょうがないからやるっていう。なんかみんなやっぱこう僕に来る相談とかでもどうしても数学が好きになれないんですってのが来るんですけど、いいんですよね、好きじゃなくても。好きになる必要はない。好きになる必要はない。ただ受験生ならやるっていう。それはいやいやでもやることに意味はあるし、でやってると、こいつ嫌いだけどまあこういういいとこもあるなって見えてくると思うんですよね。で結局全て勉強ではあるので、はい、どこかでは自分の好きな科目とつながってますし、逆に言えば好きな科目のやり方をそっちに応用することもできると思うんですよね。僕もやっぱクイズは苦手ジャンルはあって、そこはでも意識的に摂取しないと強くなれないっていうのはあるので、はい、まあ自分をごまかしというか、はい、数学をやるときとかは僕は整数問題だけ好きだったんですよね。パズルっぽかったんで、はい、なんで数学の勉強始めるときまず整数問題を解いて、はい、あ楽しいっつってからちょっと苦手なやつとか、本当にあとは数学やってるときだけ好きなグミ食いながらやるとか、はい、ちょっと自分の気持ちをごまかして「もう嫌いなのしょうがないよね」って言って「大丈夫大丈夫、まあ、ちょっとだけお付き合いしてね」みたいな、歯医者みたいな感じで勉強してました。なるほど、はい、もう最後まで嫌いでしたね、数学は。ああそうなんですね、最後まで嫌いでした。いやでもね本当に勉強になりますね。もういや僕もやっぱりこうやってやってて、はいどうしてもマジックだと思われてしまうところはあるんですよね。クイズをやっているから、はい、まあこうグッといくんだみたいな思われることはあるんですけど、でもやっぱりそこは自分がコツコツやったということは大事にしたいし、それは認めてほしいという気分もあるんで、なるべくその種明かしをしたいんですね。テレビでやってるクイズ番組がこういうところが本当でこういうところが違って、やらせはないけれど演出はあるよっていう。なんで嘘はついてないけどここはちょっと省略したよねみたいな部分がある中で、やっぱちゃんとみんな勉強をして、うん、同じ苦労をしてたどり着いたよっていうことだけは言っておきたかったので、こういう機会があるのはとても嬉しいです。ありがとうございます、はい。今日からね、この動画を見てくれたのが日付はずれてるかもしれないですけど、はい、学生のみんな、受験生の方もそうじゃない方も、基本的に自分もそうですけど、伊沢さんもそうですけど、はい、本当努力をして知識を増やしてで、受験もね、訓練もそうですけど、はい、そうやって上に自分のレベルを上げていってるので、はい、ぜひこの40日間かな、大体、はい、有意義なものに、ね、はい、してもらえたらと思います。本当にね、もうハイさんが出されてる動画が本当マジックがないというか、そのこうやってコツコツやっていくんだよっていう、論理的に積み上げていって論理的に予定を立てていくんだよっていうのはもうハイさんの動画ですごく皆さんも分かると思うのでですね、いい意味でマジックに期待せず、少しずついいものを摂取してコツコツやっていただければなと思います。はい、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。嬉しかったです。たくさん喋っちゃった。いや、全然めっちゃ喋っちゃった。もう全部使いたいぐらいですけど、ありがとうございました。かいつまんでやっていただければと思います。伊沢さんのクイズノックのチャンネルの方でもコラボの動画が今日上がってますので見てください。ちょっとね、変な配置に入れますので、ハイさんにね、バラエティ企画をたくさんやっていただきます。初めて YouTube でやったから、ぜひそっちのもチェックして。これもカオスなコラボになってますからね。ぜひこちらを見ていただきます。はい、見てください。よろしくお願いします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。それではさよなら。さよなら。バイバイ。